トドアはずっと好きで、あのキャンプに行ったりしてたんですけど、中学生ぐらいになって折りたたみカヌーで川を下るっていうことをやってて、でその時にノースフェイスは知っててよく見てました。最終的に目指したのは、いろんなデザインしてるんだけど普通に着られる、なんかデコレーションがすごいあるんだけど別に誰が着てもスッと着られるような洋服になるといいなっていうのが、あの目指してたところで、シンプルじゃないのにシンプルに着られるっていうところが今回は良かったかなっていう。このポケットが一番特徴できた的だと思うんですけど、これがアイデアでこうやってロールアップしてかけられるよ。基本的には手が空いてる方が便利だと思うんで、その機能のためにこの長いテープが必要で、ただ別にデザイン的にもなんかよくこういうのを長くしてる人がよくいると思うんだけど、これは機能がありながら機能先なんで、デザイン先っていうよりも機能が先に来てるっていう方が普通とちょっと違う。パーテックスとかで裏地に使ってるんだけど、裏地の生地を表に付けるっていうすごいな。でこれゴアなんでゴアも付いてる。最近ゴアだと3レイヤーばっかりやってたんですけど、なんか裏地を付ける2レイヤー久々にやったらむしろ柔らかくていいなっていうのがちょっとこれ見て思った。なんかどういう風に考えてやってたのかも自分でも今ではもう思い出せなくて、ただなんかすごく考えてたのが、なんかしないとスペシャルなものにならないっていうか、